今月6日新潟市で行われた自民党の県連大会、党本部から森山裕総務会長が来見し、イギリスやフランスなど世界で政権交代の流れがあることを踏まえ、9月の総裁選について釘を刺しました。日本が置かれている立場を国民の皆さんとしっかりと認識を一致させなければいけないのではないかと思います。この選択を間違ってはえらいことになってしまうのではないかというふうに思いますので、県連大会では参院比例代表選出の佐藤信明会長の続投が了承されたほか、新たな県連三役も決定。原点に帰るとした森山総務会長と補聴を合わせ、来る国政選挙に向けて党内の結束をアピールします。初心に帰って県民のために、市民のためにね、力いっぱいみんなが尽くすんだと、一致団結しやっていくというのが一番大事だ。しかしその足元はぐらついています。こちらは ANN が行った岸田内閣支持率の最新の世論調査。支持するが 20% を割り込み、低調な支持率が続いています。この状況で自民党内からも湧き上がる岸田総理の退陣論。先月新発田市で行われた斉藤洋明衆院議員の集会では、麻生副総裁も訪れる中で岸田総理の責任論に発言が及びました。何も裏で引きずり下ろすとか、そういうことをする必要はありません。岸田総裁は岸田総裁のお考えのもとに今頑張っておられますが、今こういう状況に至った責任は最終的に誰かが取らなければいけないものであります。リーダーの責任ということも私は大いに議論されるべきだというふうに思っています。裏金問題をめぐる岸田総理の対応に党内からも批判が湧き上がり、岸田総理の下では戦えないという焦りが背景にあります。自民党このまま感染症を維持できるというお考えでしょうか。非常に厳しいと思いますね。大将はやはり部下を守るためにですね、最後は責任を負うものだと思っています。一方の野党、先月閉会した国会では立憲民主党が岸田内閣への不信任決議案を提出するなど、早期の解散総選挙を求めてきました。自民党県連の中でも、岸田さんでは選挙を戦えないとか、トップが責任を取るべきだとかいうふうに言ってますけれども、それであればなぜ不信任決議案に反対をしたのかと、こうなったからにはやはり政権を変えるしかないと。ある程度その、なんて言いますか、多少の風が立憲民主党にも吹いている。ぜひ一層の、体制固めということをお願いしたいと思います。立憲民主党からも党幹部が来見し、自民党の裏金問題に対し批判を強めます。私は本当にびっくりしてるんです。何びっくりしてるかっていうと、岸田政権のこの問題に対する取り組みのいい加減さですよ。多分自民党の多くの議員が考えてるのは、人気者を総理にして、ですぐ解散してやれと。野党の勢いが増すかに思われた矢先、先日の都知事選では立憲民主党の元代表で党が全面支援した蓮舫氏が惨敗。野党共闘も見直すべきとの声が上がるなど、こちらも厳しい状況です。こうした中で加速するのが来年夏の参議院選挙に向けた動きです。立憲民主党県連は現職の内越さくら参議院の擁立を決定、党本部に公認を申請する方針です。
もう政治不信というか、まあ、本当高まりを、まあ、伺ってまいりました。お一人お一人を大切にする政治をというのは、私たちが私がですね、しっかり頑張らなければいけないと思っておりますので、それは変わりません。一方、自民党県連は6日から参院選の候補者を選ぶ公募を開始しました。自民党が非常に低調ですよね。低調の中で水面下での動きはあったにせよ、表面で手を挙げる方がいなかったと。その水面下では県内選出の国会議員などが、知名度のあるオリンピックメダリストの中村舞さんの擁立を目指して動いていたほか、国とのパイプを重視する観点から国土交通省の事務方トップを歴任した佐藤信明県連会長を推す声が一部でありました。その中村舞さんは先週、参院選の候補者公募に応募。長岡市出身で2000年のシドニーオリンピックで銀メダルを獲得した中村さんは、スポーツを通じて地域を盛り上げたいと話しているということです。中村さんの応募に自民党県連内からは、インパクトがある、素晴らしい方が応募してくれた、支援者からの評判が思ったよりよくびっくりしている、とにかく若いのがいい、この逆風を変えないといけない雰囲気を感じる、今まで出なかったお名前も出していける、いただけるでしょうし、またこの状況の中で透明性ある、そしてまた手続き的にも公平なやり方をするということが重要だと。参院選新潟選挙区の公募をめぐっては、新潟市の環境団体代表の男性も応募したということです。